こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、権利関係が苦手な方に対して、アドバイスさせていただきます。権利関係、やっぱり点数はある程度取っておかないと、なかなか宅建試験合格はできないんですね。意外とね、バーンと捨てるって方いるんですけども、本当に捨てちゃうと、それが足引っ張って、全然合格点に到達できない。まあ、他のところでね、相当いい点取ればいいんですけども、なかなかやっぱりね、どれもこれも9割取れるってなかなか難しいので、やっぱある程度の、権利関係の点数は取っておかないといけない。一つの目安は半分です。14点満点であれば7点。それをコンスタントに取れるようにしておきましょう。なので、まあ最低限でやっぱり、勉強しとかないといけないんですね。で、その中でやっぱり権利関係苦手な方っていうのは、大体3パターン、まあ3つの原因があります。もし自分当てはまるなと思ったら、絶対解決はしておかないと点数上がってきませんので、そこだけ注意しましょう。まず一つ目。問題文がもう理解できていない。長文になることが多くて、A さん、B さん、C さん、D さんとか出てきたり、もしくは、文章一文の中で前半部分と後半部分で話が変わっている場合とか、あるんですね。そういったところをちゃんと見分ける力をつけていかないといけないんですね。で、申し訳ございません。どうやってじゃあそれはね、理解していったらいいのかっていうのは、これちょっと個別指導のノウハウになっちゃうので、ちょっとここはね、控えさせていただければと思います。ただこれは、もしできていないのであれば、これちょっと本当にやっていかないと、なかなか、権利関係だけじゃなくて、これ宅建業務もそうだし、もういろんなところでこれ弊害が出てくるんですね。もうすべての分野において弊害出てきますんで、これはちょっとね、注意しておきましょう。二つ目。具体例とかイメージができない。まあ、権利関係って、一般的な内容が多いんですね。一般的にこの日頃の日常トラブルが多いんですよ。の、に関する問題ですね。まあ、なかなかね、レアな問題とかあるんですよ。あるけれども、そういったところもできるだけやっぱり具体例とかイメージで頭に入れておかないと、なかなかその文字だけで勉強を進めていくっていうのはなかなか難しいんですね。なんで、こういったところは、これなんで具体的わかんないなとか思ったらちゃんと調べていくってことをぜひやってください。三つ目。自分の考え方に固執してしまっている。ちょっとなかなかこれ変えるのが難しいんですけども、これの方は要注意です。もうどれだけ勉強しても権利関係がわけわかんないっていう方はもうこれの可能性がありますね。で、これどういうことかっていうと、一つの事柄に関して、こういう考え方もあれば、こういう考え方もあれば、こういう考え方もある。これが例えば最高裁の判決ですよ。これが、例えば通説ですよとか、いろんな考え方ってやっぱり法学者さんによっても違うんですよ。条文ではこうなってるけども、判決はこうなってるとか、通説って言って、まあ一般的なこの法学者さん考えている、まあ世の中的に通っている話だとか、いろんな解釈の仕方があるんですね。で、もしあなたが、この解釈をしてましたと。で、実際判決文はこれでこれが正しいですよってなったら、自分の考え方、これをずっと貫き通したところで答えになんないんですよ。答えこれなんで。ですよね。であれば、あなたは宅建に合格することが目的なんですよね。であれば、ここの判決の内容を理解するためのこの道筋を考えるってことをやらないといけないんですよ。理解学習、理解学習って私はずっと言ってるんですけども、それ何なのかっていうと、ある解説がありますと。まあ、ある解説。まあ、こっちにしようか。こっちの方がいいな。答えがありましたと。ある問題文があって、答えがありますよ。なんでこんな答えになるのかっていう道筋を、ここを自分の中で論理的に繋げたらいいんですよ。いや、このトラブルであれば、いや、こっちの方が正しいんじゃないのって思っちゃうと、もうこの時点でも答えからずれてるじゃないですか。じゃあ、この考え方もうやめないといけないんですよ。答えはこっちなんだから、こっちの考え方の道筋を考えるってことをやっていかないと、ほんといつまで経ってもわけがわかんないなんですよ。いや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 、私はこういう考え方も正しいんじゃないの。でもこれ、答えはこっち。いや、わかんないな。それわかんないですよ。答えはこっちなのであれば、これに導くためのロジック、イメージ、考え方、道筋っていうものを考えていかなければ、宅建に合格することって難しいですね。あくまでも、宅建に合格するってことが目的であって、理解は手段なんですね。理解が最上位に来たらダメなんですよ。理解が目的化しちゃうと、
もうその時点でおかしくなっちゃうので、宅建に合格する、そのために理解をするなんです。手段なんです、理解は。だから、理解って言うと、どこの部分かって、この道筋の話なんですね。これを自分なりに答えを導くためにはどういった考え方をしたら、すんなりいくのかなっていうところをぜひ考えていただきたいんですね。で、個別者の方はこっちの考え方、このイメージの方をそのまま解説に載せてますので、まあだから、弊社の個別書の、教材とかを見ていただいたら、あんまり理解するっていうか、もう理解する内容がこれ書かれてるんですね。ここが書かれてるんですよ。こう書かれてて答えってなってるから、もうそれを丸暗記しちゃったら、もうそれである程度理解はできちゃう。ああ、そういうことだからこうなるんだとか。で、意外と個別書の事故さん見てて、からメールが来て、なんか結局は丸暗記してる感じがするんですけどっていう方いるんですけども、実際のところ、ここだけを丸暗記してるんじゃなくて、考え方も一緒に学んでいるので、結局は理解学習ができているんですね。その結果が現れてくるのは、だいたい3ヶ月か4ヶ月ぐらい経った時に、あ、自分なんか、あ、そうだ、あの時こういった学習したんだとか、こんなこと理解してたな、っていうのはパッと思い浮かぶと、どん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 こう繋がってくるんですね。で、そういった学習をぜひですね、していただければ、権利関係とかでも、もう最低限のその7点とかコンサートに取れるようになりますんで、頑張って。行きましょう。リゾさんでした。失礼します。